今日は駒ヶ岳シングルモルト、リミテッドエディション2022お客様のボトルいただきますと、駒ヶ岳のリミテッドエディションの2019がうちの店にあったので飲み比べ。ちょっと古いっすな。いただきまーす。はい、いただきまーす。うん、50度の人は結構香りが。おお、美味しい。うん、軽さがある。ミノメル質出てきちゃった。うわ、まろ。まるこれ。これまる。こっちちょっととんがってる。うん、バーボン強め。バーボンダルの後シェリーカスクかな、確か。あ、違う原酒混ぜてるっぽい。あー、こっちの方が俺まだ好きだったかな。マーマレード、オレンジ系。こっちまだ分からん。ロックかも。ロックいきます。うまい。いや、これじゃない。ロックじゃない、多分。うん。こっちは渋くなっちゃった。最後、そうだ。なんか違うの出てきた。杉の香りがする。うん。こっちは、うん、フルーティーサイド。こっちロック、こっちはストレートかハイボールかな。香りが立つ。うん、香りが立つ。まだ分かんない、こいつ。若く感じるかな。シェリーとかは若いのかな。時間経ってもエナメル質だった。50度ってのもあるのかな。あそこも違うんだ。で48度、で50度。ちょっと長めでした。